ナモカです。ユラリです。ヒメカです。アリアです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はスマホなしで待ち合わせれるまで帰れません。イエーイ。アリアと私、ヒメカとユラリ、この2つでチームを組んであるテーマに沿って、原宿の何々といえばみたいなテーマに沿って思い浮かんだところに行って、そこで待ち合わせられたら成功で、待ち合わせられるまで何回も何回も行きます。帰れません、はい、じゃあ1つ目のテーマは目が今日原宿のフォトスポットといえばです。あ、あそこでしょ。あそこでしょ、ね、あそこで、ね、じゃあレッツゴー。え、どこですごく想像してる。壁あるじゃん、アルファベット書いてある壁。あー、なんか見たことあるなって思ったの。あそこまで行くと表参道になったの。どうしよう、どうしよう。え、じゃあ私、桃子ちゃんに来ていい？わかんないよ、本当にわかんない。ゆらりっちが何を思い浮かべてるかわかんないから。あーね、どこ、あの、あそこピンク。え、時計の、あ、え、スタイルなんだの椅子のところか、あの時計でしょ。あー、あそこ、うん、どこだろう。あの二人、なんで想像してんの。気になる。ね、ここになんか座ったね。ここ、ポットではあるよね。時計の壁と悩んでる、クマも。クマも悩んでるよ。ポポッチなんで、本当に合ってるかわかんないけど。はい、じゃあそっち行ってみよう。なんかこれですね。はい、花だと思ってたら花じゃなかったっていう。ここの場所はですね、竹下通りの出口をちょっとすぐ横断歩道を渡ってきたところです。じゃあここで桃花とアリアが来ることを願って待ちたいと思います。はい。え、でもさ、1回目だったらすごいよね、運命ね。本当に最高の4人組だと思う、うん、世界各国の、ね、時間がかかる。時差あるからね。サオパウロ、サンパウロ、ロサンゼルス、あ、ロサンゼルス、シンガポール、あ、シンガポール、シカゴ、シャン、シドニー。もうわかんない、あそこにしよう。あそこにする、いいの？あ、いい、私わかんないもん。見たから決めよう。え、待って、あ、来た、え、来たかもしれない。場所がわかんない。今の候補はメルカフェかモンスターカフェです。え、どうする。え、めっちゃ迷う。どうしよう。どうしよう。あ、じゃあモンスターカフェがいいな。オッケー、じゃあモンスターカフェで行ってきます。歩いてたらね、あ、ここに行きました。1回目の原宿といえばってフォトスポットのところで、私の候補に挙げたところです。じゃあ、写真撮ほら、じゃあ、撮りましょう。どこに行くと思う。全く予想がつかない。大丈夫。お湯みたい。あ、大丈夫。あ、大丈夫です。着きました、着きました。
さんから電話がかかってきたので出ます。はい、今向かってるから待っててね。目的地に着いたら連絡してください。はーい。長っ。はーい、はい、2人はまだ目的地に向かってるそうなのでちょっと連絡をね待ちたいと思います。はい、電話してみます。出ます。着きましたか？着きました。いません。はい、言っちゃってください。イナルで言います。せーので、ゴンチャ。あ、ゴンチャ。え、二人はどこにいますか？せーので、モンスターカフェ。モンスターカフェか。じゃあ2回目失敗みたいです。失敗でした。今食べてるんだよ、めっちゃ美味しい。食べてるの？いいの？次のテーマを言います。はい、次のテーマ。次のテーマ、原宿で有名なスイーツ店。はい、わかりました。さよなら、バイバイ。はい、めっちゃ食べたい。めっちゃ美味しい。ロングロングアロンゲストで、ロングロングアロンゲストに行ってきます。せーので、ロングロングアロンゲストに着いたんですけど、あ、いないです。これから来るかもしれないね。はい、待ちます。あの2人はどこへ向かってるんだろうか。多分ドライスだと思う。だよね、なんか前から行きたいって言ったもんね。で、ピティから電話がかかってきたので出ます。着きました。ロールアイス。私たち、せーの、ロングロンガーロンゲスト。はい、3回目の失敗でした。はい、ですね。じゃあ次のテーマを言います。せーの、原宿のアパレルショップ。はい、はい、バイバイ。あ、じゃあそこで、バイバイ。バイバイ。次のテーマはアパレルショップといえばです。いや、これはさ、絶対に合うよね。うん、絶対合う。もう、まあ、でも揃うと思うな、私。これはさすがに。これでピンクラテじゃなかったらもうダメ。ピンクラテ着きました。ちょっとここで誰が来るかを願ってみたいと思います。いた。え、ゴンチャ買ってる。ゴンチャ買ってる。いいな。何食べたの？食べてないよ。今食べてるんだよ、めっちゃ美味しい。嘘だよ、姫子が嘘ついたんだよ。言い方。嘘だったの？そう、姫子がトイレットのために残してたんだよ。ありがとうございます。やっと合流できました。はい、結局会えたのは最初と最後だけでしたけど、楽しかったです。楽しかった。はい、というわけでこの企画はこれでおしまいです。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録